人が集まってます。見えますかね。まあまあ集まってますね。何か待ちみたいな、ね、感じはするんですけど、ものすごい人が。いつもはね、その31日がここにぎわうじゃないですか、はいはい、今日はなんか土曜日っていうか、まあ、30日の前日じゃないですか、はい、まあ、なんか情報とか流れてこちらに来たんですか。なんで今日その前日っていうか、今までなかなかね、ちょっと先取りが流行ってない。先取りが、まあ、明日ハロウィンなんですね。10月31日、まあ、今日はね、その前日の30日なんですけども、まあ、ちょっとね、ハロウィンやってるようなね、感じもありつつ、人もかなり、出てます。今日ね、いつもより多いな、やっぱり。結構ね、人の動きもね、いつもよりか多いんですけど、まあ、この、まあ、明日日曜日なんですけど、まあ、土曜日、ね、明日休みですからね、もしかしたら土曜日に駅前に人がいるかもしれない、なんかハロウィンやってるかもしれないという情報がちょっとありつつ、今日はちょっとなんか街をちょっと案内できたらなと思います。ちょっとね、飲み屋街、飲食店街の方に、行こうかなと思います。ちょっとね、ハロウィンの感じの、人も、いたり、しますね。でもこの先に行けばもうカニ道楽あったりとか、もうあの岡山の駅前でね、すごい大変すごい似顔絵を出すエリアなんですけど、まあ、今日はちょっとどんな感じかなという感じでちょっと歩いていくわけなんですけど、だからなんかこれからね、またなんかするみたいなね、感じの人が、雰囲気の人がね、多いなと思います。カニ道楽の、中心部になるんですけど、結構ね、やっぱり賑やかな感じに戻ってきてますね。まあ、居酒屋さんもね、結構ね、いい感じの満席具合に近い感じです。パトカーが、事故のパトカーが、ちょっとなんか騒がしい感じだと、ちょっとやっぱ駅前出てきたら人がね多いですね。
でもちょっと駅前見てください、人が集まってます。見えますかね、まあまあ集まってますね。行きましょうか。まあ人がねやっぱりいっぱいいるのと交通量もね多いので、まあ、事故が発生しているということでしょう。はい、これからねちょっと本当に岡山駅前の、もう本当に東口のに行こうと思うんですけどね、人がもうここから見えるんですけどかなりの人が。います。はい、じゃあちょっと進んでいきます。これはちょっとハロウィンなのかちょっとわからないですけど、すごい人がね、集まっております。まあ、何か待ちみたいな、ね、感じはするんですけど、ものすごい人がいますね。なんか今日ちょっとね多いですね、めちゃめちゃ。おそらくねこれからの時間帯もっと盛り上がるのかなっていうような、雰囲気は、あります。なんか岡山駅はこんな感じでございます。まあ、こう見るとねやっぱり人はね多いなと、思いますね。まあ、派手な感じから、まあ、ひっそりと、仮面だけの方もおられたりとか、まあ、それを見物ね来てる方とか、まあ、人それぞれなんですけど、まあ、本番はね明日夜ということで10月31日ということです。いつもはね、その31日がここにぎわうじゃないですか、はいはい、今日はなんか土曜日っていうか、まあ、30日の前日じゃないですか、はい、まあ、なんか情報とか流れてこちらに来たんですか。いや、まあ、明日の前夜祭なんで。あ、もうそうですね、一応 YouTube やってて。あ、そうなんですか。それで撮影組んできたみたいな。すごいがっちり、はい、がっちりやられてて、はい、ちなみにチャンネル名とか聞いてもいいですか。リバティっていうんです。リバティ、わ、はい、かりました。じゃあちょっとまた改めて検索してみます。ありがとうございます。明日が本当はハロウィンじゃないですか。10月の31日で、今日はまあ土曜日の30日じゃないですか。前日で。毎年31日にみんな集まるってなってると思うんですけど、なんで今日その前日っていうか今までなかなかね。やっぱ先取りが流行ってる。先取りが。先取りが。あれですか。なんかツイッターとかで流れてみんな集合みたいな感じになったんですか。昔からあるんですよ。あ、なるほど。2日間来るんですよ。あ、なるほど。じゃあ、その前日ぐらいに集まってみようみたいな感じで誰かいるんじゃないかっていう。あ、だから明日、はい、僕バイトで、はい、なんか
興味がないなと。ああ、じゃあちょっと集ま行ってみようかみたいな感じで。あ、そうですね、今日の方に。ああ、なるほど。これからのご予定はなんかどっかに行かれたりとか、もうここだけで。いや、もう特にこのこれかぶってブラブラ。ああ、なるほど。わかりました、はい。すみません、ありがとうございました。はい、という感じのね、この岡山駅前でした。まあいろんなね、あのインタビューを。まあ、インタビューさせてもらったんですけど、やはりあの明日がちょっと仕事があってバイトがあって行けないという方とか、まあ、せっかくねあの土曜日なので出てみようかという方もねおられたりして、ちょっと思った以上に、ね、人がいたのがびっくりなのと、まあ、その警備体制というのがやっぱりあの、まあ、なかったというか、まあ、多分明日ねするのかなと思うんですけど、本当は明日というか、なんだろうな、本当に忙しくなるのかなと思います。皆さん、気をつけてください。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。